2016年は何といってもアベマ TV の開局がありまして、それから半年経って、とても良いスタートが切れたと思います。一方でゲーム事業、広告代理店事業が非常に好調に推移したことで、投資時期に位置付けておりながら、過去最高の業績を、残すことができました。ゲーム事業、広告代理事業が好調なうちに、アベマ TV という、マスメディアの、立ち上げに注力したいというふうに思っております。中長期的にはメディア企業として、大きく飛躍を遂げたいというふうに思っておりまして、その、軸となる、アベマ TV を今、立ち上げているところです。2017年はですね、まずアベマ TV をまず立ち上げ切ってですね、まず成長軌道に確実な形で乗せること、これがまあ一番大事なことです。かなりその他にも音楽アワーですとかさまざまなサービス作ってる、我々ですので、その中で、大きなサービスを生み出していく、これを確実に作っていきたい、事例を作っていきたいですね。まずアベマ TV ですとは動画メディア市場、あとアメーバブログですとブログ市場のようにですね、各市場の中でリードするようなサービスを、たくさん生み出す、会社になっていきたいなと思っています。